フランココロンバは、イタリアグロッセート出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現役時代はミッドフィールダーとして、ボローニャ FC、モデナ FC などでプレーした。1990年に引退。引退後は、モデナで監督業を始めた。1997年には、セリエ B のレチーナカルチョ監督に就任。翌年には、 セリエ A のビチェンツァカルジョ監督に就任するも解任。1999年、レッチーナ監督に復帰して3シーズンを過ごした。エラスベローナ FC に敗れて、セリエ B 降格、セリエ A 昇格を経験。2002から2003シーズン、セリエ B の SSC ナポリ監督に就任するが、途中解任と復帰という混乱で15位に終わる。2003から2004シーズン、 レッチーナ監督に再度就任したものの、成績不振で解任された。このシーズンは中村俊介を指導している。翌、シーズン、セリエ A に昇格した AAS リボールのカルチョの監督に就任したが、突如解任され、ロベルト・ドナドーニが公認となった。2005年10月、セリエ B の US アベリーの1912監督に就任するも、 USRB のレフヘとのプレーオフに敗れて、降格となった。2006年12月、マルコジャンパオロの公認として、カリアリカルチョ監督に任命されるも、短期間で解任。2007から2008シーズンは、レガプロプリマディビジオーネのベローナ監督に就任したが、成績不振で解任。2008から2009シーズンは、セリエ B のアスコリカルチョで残留に成功。 2009年10月、ジュゼッペ・パパドプーロの後任として、ボローニャ監督に就任し、17位で残留に成功した。2010年8月29日、開幕戦直前に、セルジオ・ポルチェッタ新会長と対立し解任された。その後、2011年4月5日に降格圏内から、勝ち点2差の16位と低迷していた、パルマ FC の監督に、 パスクアーレ・マリーノの公認として就任。就任後の7試合は4勝2分1敗の好成績を残し、前年のボローニャに続いて残留を果たした。しかし2011から12シーズンは一転して不審に落ち入り、2012年1月8日に解任された。2012年12月、セリエ B のカルチョパドバの監督に就任。2014年シーズンに、 ISL の FC プネーィに招聘され、初めて国外で指揮を取った。2016年3月21日にリボルノの監督に復帰したが、翌月16日に解任されることが発表された。ありがとうございます。